どうもこえです。今回はですね、僕の大好きなシュークリームを食べていきたいと思うんですけど、その前にちょっと聞いてほしいことがあるんよ。最近めっちゃ太ってきたんやけど。まあいつも動画見てくれてる人だったらもしかしたら、あれなんか太ってきたねって分かった人もおるかもしれんけど、もうほんまに悩めんよ。顔がどんどんパンパンなっていくんよ。まあ筋肉をな、大きくしよう思っていっぱい食べてるから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、ちょっとな、そろそろ太りすぎかなとか思ってきたよな。でもどうせいつかダイエットするんやったらさ、今の間は好きなもん食べたいじゃないですか。だから今回はね、太ってきたってのは一旦置いといて、今回いっぱいシュークリーム食べていきたいと思います。よいしょ。ってことでね、いっぱいお料理したやん。こんな凍ってきたで俺。ハローズで売っとったな、阿蘇小国ジャージーシュークリーム。阿蘇ってどこ？阿蘇ってどこ？阿蘇さん。バニラカスタードシュークリームやろ？ローソンの大きなエクレアと、ローソンの大きなツインシュー。この2個カロリーバケモンだよ。えぐいぐらいある。で、これがファミマの北海道牛乳のシュークリーム。で、最後はセブンの釜焼きシュートロ生カスタード。いやこれマジで見るだけでお腹いっぱいになるんだけど、楽しみすぎる。これほんまにシュークリーム大好きなんよ。これちょっとエクレアやけどさ、パチモン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 違うか。でっけ、待って、クソでけんねんけど。ローソンのシュークリームマジででかい。これ普通のやつだろ。あ、ちゃんと大きいんだな、このクソでかシュークリーム。やるじゃん兄ちゃん。いやー、めっちゃ美味しそうなんだけど。これさ、裸にしてみたら見分けつかんかなと思ったけど、意外と違うんだな、一個一個。これがジャージーのやつで、これが多分カスタードのやつなのかな。で、これがセブン、ファミマのミルクシュー、で、これがクソデカだろ、で、これがエクリア。まあ、これは見りゃわかるか。アホでもわかるわ。それじゃあ、いただきます。まずはこのね、ジャージーから。ジャージーってなんかヒルゼンの牛の乳なんだろ。ヒルゼンの特産品じゃないけど、だってはずジャージー牛って。おーちゃんと入っとる。クリームとホイップ。はぁ。あーめっちゃいい。めっちゃいい匂いする。うんまっ。ガチうめえ。そして甘い。俺ほんまにな、シュークリーム大好きなんよ。まあ、ここ数年、1、2個しか食べてなかったけど、なんでかって言ったらやっぱ脂質が多いやん、洋菓子ってさ。だから甘いもの食べたくなった時にどうしても、和菓子ばっか食べとったんだけど、刺身食べたらマジで美味しい。キーケちょくちょく食えたけど、シュークリームほんまにな、ここ2、3年で2、3個とかやからさ、多分。ちょっと、美味しいほんまに。これがあれか。カスタードのやつだ。おー、全部カスタードじゃん。カスタードぎっちり詰まってる。うん、あ、これよりもな、生地が分厚いわ。ちょっと甘さ控えめなんかな。これはこれで美味しいわ。これあっという間になくなるで。だってもう2個この一瞬で食べたんで、8個なんか一瞬だろ。うん、なんかな、こっちの方がちょっと甘いし、ホイップが入ってるからなんかちょっと濃厚っていうか、そんな感じがするんか。クリーミー。そう、クリーミーだ。クリーミーな感じがする。いやー、美味しいな。いや、ちなみにさ、みんな俺が何キロ太ったか知りたい？知りたいでしょ。今、トータルで言ったら、5キロぐらい太ったんかな多分。1ヶ月弱ぐらいで。食べるのを増やした1週間ぐらいで3キロ太って、そっから2キロ増えた状態。ね、今66キロ。66キロ、ギリ66キロ台でキープできてる。67はまだ見えてないな、さすがに。7はまだ見えてない。65、66、64いかないぐらいをずっと行ったり来たり。なんとか。いや、ちょっとマジでさ、いや、まあ、食べるにしとるから多分、中に残る分とかさ、多少水分含むからさ、増えるのはわかるけど、これ筋肉じゃなかったらちょっとマジで萎えるで。筋肉どのぐらい増えるもんなんだろう。1年で1キロ2キロも増えんってことはさ、もうほとんど脂肪なんかな、増えていくってことは。まあ、なんとか66、でも7で収めたいな。うん。で、次これ、ファミマのミルクシュー。これちょっと気になるよな。うん。でもこっちの、お尻の方が出てきたんやけど。これシュークリームあるあるよな。これがいいよな。醍醐味。これがいいんだよな。あとな、めっちゃミルク。すんげえミルク。すげえ、ほんまにすげえ。ほんまにミルクだわ。ねえ、何が違うんだろうな。ね、皮もちょっともっちりしてるよな。これがうまい。俺、これ、ジャージ結構好きかもしれん。薄皮だし、このもっちょもっちょ感がめちゃくちゃいい。
そう、俺今日これ買うのにスーパーとコンビニとかいろいろ行きよったんな。んで、道路うつにブーンって走ったら対向車が右折しようとしとったやん。今日心が穏やかったからちょっと譲ってあげたよ。あ、どうぞーって言って。で、あ、ウィスって言ったんだけど、みんなって結構譲るもん。俺あんまりな、譲れれんのよな。今日みたいに心が穏やかやったら譲るけど、普段な、あ、ともろ、あ、いや、でも、行っちゃえって言って行くんだけど、みんなって普段結構譲る方ですか？自分が譲らんくてさ、一個後ろの人が譲った時のあの罪悪感っていうか、あれやばいよな、マジで。ああ、ああ、やべえって悪いことした気分というか、もう譲れよかったなってあれちょっと心苦しい。いつでも譲れるような人に僕はなりたい。いや、マジでさ、チョコマジ美味しそうよな。これ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 、垂れた感じ。この演出。この演出がめちゃくちゃ美味しそうよな。エッセス。多分チョコ甘いんだけどさ、ちょっと苦く感じるわ。でもこの中身が甘すぎて、ちょっと苦く感じるぐらい甘い。エクレア作った人マジ天才よな。やるやん、作ったやつ。垂れた。やられた。さっきのエクレアって普通のチョコやったけどさ、他に何が合うんだろうな。何が合うと思うみんな。俺はな、抹茶？いや、抹茶。いやー、抹茶。だから、いろんなチョコがあるよな。チョコ以外何かかけれるのもあるかな。チョコ以外で。じゃ次どっち食べようかな。セブンとローソンだろ？こういう時はな、神様に聞くんがいいよ。どちらにしようかな、天の神様の言うとおり。一本バタン柿の種、おまけですよ。こっちやな。クソデカの方じゃ先に。いや、もし、この持ち方で手にフィットするって相当効くね。これ俺の顔面、な？俺の顔面。お前やろ？ほら。結構デカくね。でも俺の顔できるからちょっとちっちゃく見えるかもしれんけどさ。マジ小顔の人がやったらあんまり一周年がやってくらいの大きさで、これ。ちょっと顔が小さい人の顔。あのさ、猫好きの人がさ、猫、ってするやつあるやん。あの気持ちちょっとわかるわ。落ち着くもんな、好きなものの匂いって。え、うまっ。うまっ。うまっ、マジで。え、中身見たい人いるこれ。ちょっと自己責任で見てな。めっちゃいっぱい入っとんだけど、生クリームがすごい、ホイップがすごい。だからこの辺ちょっと、カスタードがニョキって入ったのかな。熱いか。マジでこれ。あとちょっと愚痴なんだけどさ、俺さっき何がしいか分からんできたんだけど、なんか体作りっていうかさ、フィットネスってボディメイクっていう、そういう動画も作ってみたいなって思うし、モッパンとかも撮りたいし、あと歌ってみたもしてみたいし、なんかそういうやってみた系とかだったり、喋るだけのやつも撮ってみたいしみたいな。できるかどうかは別としてな。やってみたいことは結構あるんだけど、ジャンルバラバラやしさ、よっしゃやろうみたいな、なんかもうやりたくてしょうがない、もううずうずするわって感じが、なんかそこまでいかんのよな。やってみたいな。なんかちょっと本当にしてんのかなみたいな。ねえ、わかんねえよ。あ、わかった。モチベか。モチベが続かんのか。そうかもしれん。モチベが続かんのかもしれん。周りにさ、そういう話をするような人もおらんからさ、どう、まあ、結局自分がやるしかねえから、まあ、やるんだけどさ、たまにふと、あれ？俺って何がしてんだろうってなる時があるよな。まあ、頭の中でいろいろ考えてもしょうがねえけんさ、どん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 やってけえだけの話ないけどな。結局はそうなよ。結局はやり合いだけの話ないよ。やり合いだけの話ないよな。そう。んで、何の話？何の話をしたかった俺は。まあ、美味しいもん食っときゃなんとかなるだろう。で、ラストこれ。セブンのシュークリーム。これなんか見た目がちょっと違うよな。匂いもな、バター？バターみたいにマーガリンみたいな匂いがする。まあ、あ、これ1位か2位か迷うな。これ1位か2位ちょっと迷うわ。かなり美味しい。な、皮が分厚いんだけどさ、柔らかいししっとりしたんよ。それがすげえよ、これ。中のカスタードもすげえなんかカスタードって感じがするわ。カスタードだよな、お前。他のは割とクリームって感じだったやん。割と流動体っていうかさ、これでな、ちょっとな、なんなんだろう。粒子感？粉の感じをちょっと感じるよな。このシュークリームがさ、ピヤーンって感じだとしたら、これはなんか、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。ボボーン、ボヤーンみたいな、そんな感じがするんよ。これいいですね。
じゃあ、ラスト一口いただきます。うまっ。ありがとうございました。いや、ほんまに美味しかった。多分めちゃくちゃ久しぶりに食べたのもあるんだろうけどさ、やっぱシュークリーム美味しいよな、ほんまに。ほんで今日食べたやつの中で一番好きやったのはな、俺ジャージーが一番好きかな。一個の満足感とかも入れて考えたら、まあローソンのクソデカシュークリームなんだけど、食べた感じだけで言ったら、まあジャージーかなーってことで、ジャージーです。次にローソンとセブンかな。お腹いっぱいシュークリーム食べたんで、この後ちょっと筋トレして、ちょっとでも筋肉に変えれるように頑張ります。それじゃあ今回はこんな感じで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。